配信する、配信するんじゃないな、これな。配信して余計、違う、配信して余計楽しくなっちゃった。ハンナハンニューハンニューってさっき歌って、配信前歌って、やって深夜徘徊やって、深夜徘徊やって、それであれ、まあ民剤飲んでるんですけど、マイスリー飲んで、民剤飲んで、それであとは酒も飲んでたけど、今はもうウイスキーの瓶ないよ。ウイスキー、そう、瓶はコンビニで捨てた。ウイスキーの瓶、飲んだけど。家から出てね、そう。家から出てマイスリー飲んで、ウイスキー飲んで、そうそう、ちゃんぽんして。で、それで、深夜徘徊行こうって、なんかそんな気分だったから。それで、やったってことで、それで、で、まあ、そんな感じでいて、まあもうとりあえずけどそれはまあ全然また置いてて、まあそんな感じで今あれ行って、でまあこれ配信が始まっちゃったっていうことが今またあるってことで、だから俺も何言ってるか分かんないっていうか、なんかすげえさっきから幻覚みたいに見えんだよね俺も。でもね、けどやっぱね、マイスリーやって、なんか、わかる人はわかる。幻覚見えるよな、これ。幻覚っぽい、なんかその残像だから。あと、俺もフラフラしてる、こんなんだからさ、そのさ、もう周りのさ、景色とかはさ、もうなんか残像みたいなんだよ。残像っつうかなんか、誰かいるのみたいな。誰かいるかと思ったらいなかったみたいな。そう、よく昔からあるんですよ、僕は、これ。なんか、民剤、深夜徘徊する時に民剤飲みながら、お酒とか飲みながらとか、そういう時、よくあるんですよ。やっぱ民剤飲むと、特にやっぱマイスリーはね、マイスリーはほんとなるね。マイスリーはこれはなりますね。そう。じゃあ、ちょっと待って、コメントちょっと、楽しいってないか、楽しいじゃん、アタニメーション。楽しいに決まってんじゃん。コメントがなんかすっごいあれだな、今日。やべえな、俺。コメントやべえな、今日俺。なんか、すごいな。なんか、このなんか、もう視点がなんか視点がやばい。視点がやばい。なんか、いや、読めないってことはないんだけど。なんかね、ちょっとね、ラリってんだな。なかなかな。
まあまあ読める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 。じゃあ今テンション上がっちゃってさ、なんか目の前がもう霧みたいになっちゃって、お前なんか今目の前は霧みたいになっちゃってるじゃん。なんか霧みたいに、なんか目の前が霧が出てきたみたいな。霧なんか出てないんだけど、だからラリってなんかもう幻覚がさ、もうさ本当にさ、歌ったら気持ちいいぞ。ダンス霧出てるんじゃない、出てないよ、霧出てない、霧出てない、もう完全に出てない、絶対出てない。おはようございます。歌ってやれもって、歌あげれじゃん。何時だ今、今3時46分か、歌わねえよ。いやけどほんとな、気持ちいいなこれな、マジで。おまわりさん気をつけて。だなんか、あ、そっか、俺がちょっと声でかいだがな、な、声で、今この時間ですか、あの声でかかったらね、あのさ、そう声でかかったら起きちゃうだろ。そういうこと。ああ、さっきまで歌ったよいな。ああ、なあ、もう知ったこっちゃねえよ。な。でもまあ、なるべく迷惑になんないようにしとこう。ね。迷惑になんないようにしとこう。なんで俺こんなとこで配信始めたんですか。配信なんかする気なんか全くなかったんだぞ、俺。おい、ちょっとねや。僕の戦争歌って更新してください。俺もうどこ歩いてんだか分かんなかった。危ない、危ない、君危ないよ。俺どこ歩いてんだか分かんなくなっちゃって、コメントしかもう この画面しか見なかったらもうやばい。しかもさっきからもうなんか幻覚みたいなのが見えるさ、またさ、いや前を見てって言うけど、前見たらもう前、お前らがいるじゃねえか。前見たら、あ、お茶枠さっきからあれたね。あ、ちょっとごめんな、今日はこんな感じだ。おい。いや、今日はこんな感じだ。今日はこんな感じだ。前見たらお前らがいるじゃねえか、お前。そしたら俺、さっきみたいに、わけわかんない。木とかに激突しそうになるんだ、俺はよ。いや、これはやめろ。配信よ、本当によ。配信、お前こんなさ、たえさえさ、あのさ、配信する前でもこんな感じになっててよ。こんな感じで一人で笑ったりしてて、ずっとね。あの、それで、配信始めちゃったらこんなんさ、なる決まってんだな。配信始めてこんなんだったらちょっと、もう本当にもう変なこと、もっと変なことになっちゃうだろうな。わかるだろうが。なもんさ、わかるだろうが、なもん。配信始まっちゃってこんなん、ね。配信始める前で、前でその完全にさ、ラリっちゃってさ、あの、こう、一人でずっとこう、ここら辺をふらーってやってさ、ってなんか言いながら、ずっと笑いながらやってたんだけど、それ、ってやってさ、それで配信、始めてさ、ねえ、なんでこんなん余計、びっくりした。これもう残像なんかわかんない。なんかもう幻覚見えるんだよね、さっきから。幻覚、なんか誰かいるみたいな。人間。なんかね、すっげえ、これ残像だよ。スマホの、あの正確に言うとスマホライトの残像かな。スマホライトのね、この残像がね、あのやばいね。スマホライトの残像がね、なんかすげえ人間を浮かび上がる。そう。スマホライトのこの残像がすげえ何か超残るの、このスマホライトの残像がふーってなって超残るから、これ手掴めんのみたいな。いやけど懐かしいね、こういうのもね、全然僕はやったことあるね。でもやっぱそんな分かる人はおかしいよ。夜深夜徘徊とかする人とかいるっしょ、別にみんな民座飲んだりとかしてもね。そうそういう話を言ってマジ寄ってくるよ。寄ってきてもいいよ全然。みんな何、今何時、朝4時でこんな起きてんだ君たち。ブンブンフラワーやく、今後ろに誰かいなかった、後ろに誰かいてもいいよ、後ろに誰かいてもいいよ全然。なんか急に目覚め、寝たらだって電波歩いてない、悪くねえよ。家凸するわって、おい、家凸作んねえバカやら、それ許さねえぞ、おい、家凸は許されねえぞバカやら。なあ、もう住所バレてるとはいえ、お前ら家凸してきたやつ、ね、昔は何人かいたけどよ、昔は、最近はいないけど、ダメだよ家凸。地震大丈夫だった、うざかった、俺が死にたかったのに。
マジで死にたかったのに、そんな時にちょっと俺リスカしようかなって思った時にあれ来た。うん、地震。マジうざかった。マジうざかった。うん、ちょっとなんか死にたい衝動出てきて、そのリスカ切ろって思って俺。うん、そうそう、これまた腕切ろって思って、ね、それをさ、ちょっとさ、やり始めようって時に、いきなりドッカン切ってきたから、うざかった。ムードぶち壊しです。だから徘徊してんだ。そう。なんかね、死にたい、消えたい。うん、死にたかったり消えたかったりとか、なんかしちゃって。そう。お茶はかやざいます。うん、なんかそういったメンタルがちょっと、僕は、変な感じになっちゃって。鬱っぽくなっちゃって。そう、それで、そんな感じです。そんな感じで今の感じの流れです。で、それで結局今日はリスカしませんでした。リスカせずにもうそのまま昔から処方されてるマイスリーをだから飲んで、そうマイスリー10ミリ飲んで、それを飲んで、そうあと酒、ウイスキーの小瓶を持ってって、それで飲みながらで深夜徘徊して、でコンビニ行ってみたいな。でコンビニ行った後、さっきのこの公園行って、そう、公園行って、今再始めた。ずっとヘラヘラして、バーバーって。ね。まあ、辛かったねってないが。え？辛かったねっていうか、まあ全然いいよな、もう。全然大丈夫っす。はい。配信いいですね。マイスイとお酒は合う。何が？マイスイとお酒は合うよ。うん。合うよ。ラリルって意味だ。ですけど、それ、人それぞれだと思うんで。はい。うん、僕はラリれるから。はい。やんじゃ読んだって何が？読まねえよ。なもんラリってんのによ。うるせえ。この野郎。知らねえ。なもんよ。どうでもいいんだよ。なもんよ。うん。ブラブラ。うん、どうでもいいなんだ。ほんとに。ね。うん。他のとこ行こうって、もう帰るよ、俺は。帰るよ。うん。帰るよ。帰るよ。帰ろうよ。心配だと、お茶場だと、心配だと。え、電波ある？電波大丈夫？なこちゃん。うん。はい。よっしょっと。はい、ちょっとね、今、地元のところをラリって散歩して帰ってきました。ラリって散歩して家着きました。鍵閉めたってないか。鍵？あ、閉めたよ。ちょっと待って、さっきあれやっちゃって。で、あれだよ、滑り台やっちゃったから、滑り台やっちゃったからさ、あれだよ。ちょっと、チンポが、チンポじゃねえや。あれだよ、チンポじゃねえけど、あれがなっちゃった。パンツ。うん、そう、パンツが、濡れちゃった。うん、いいや、パンツだけ。パンツはいいや。チンポじゃない。上着も着よう。なんか中のが寒いかもしんない。外のがなんか寒いとかなんかお前ら言ってる。うん。中のが寒いんじゃん。うん。電波がちょっとやばいなぁ。うん。
中のがちょっと寒いよ、これは。帰ってこれてよかった。ちょっと待って。しょんべんしたい、しょんべんしたい、で、電波なんか途中で良かったり悪かったりしてるけど、まあそれはあれでしょね。地面って何が、残すルーフ It's good sight。 何これ、カッカク、え、何これ、カッカクってどういうこと、どないなっちゃん、どないなってんねん、戻った、大丈夫、大丈夫、バグった、あ、読み込み直したらよかった、うん、あ、ほんと大丈夫、大丈夫、こんばんは、うん、気分悪くない、いや気分悪いのは寝た後だよ、うん、寝た後、寝た後ですよ気分悪くなるのはだいたい寝た後、はい、今は気分いいです、チンチン映さないように気をつけます、今はそう楽しそうだと、うん、え、うん、カクカクしてたって、あ、トイレ電波良い、ちょっとなんか今家楽しそうでよかった、まあ楽しいっていうか、まあ普通にね、民剤飲んでね、なんかウイスキー飲んで外出てラリってただけなんだけど、早い話、うん、そう、頭痛くないのかな、頭痛くないよ今は、こういう時に曲作ったりする、まあ分かんない、いやしないかな、分からん、する時はする、したことあるかもしんない、したことあるかも、起きてからが地獄、うん、起きてからがやばい、こんまんま朝までやんないよ、今日何飲んだの、え、ウイスキー、うん、気持ち悪くなるの朝ね、うん、お腹空いてない、のこさんがすごく好き、寝た後どんな感じになるの、頭痛い、気持ち悪い、のこさん久々来ました、あと水分も、今は気持ちいいの、あともう起きてるの、あともう起きてるの、あともう何、久しぶりライブ見た、お久しぶりです、今なんか優しいなって、どういうこと、眠くなったなっていっぱい寝てね、眠れさ、あっと出ちゃった、楽しそうな顔見たらこっちも楽しくなったようん、なんか急に落ち着いたね、急に落ち着いた、まあわからん、まあ普通に楽しいですようん、全然、うん、ウイスキー眠たくなりそう、眠たくなるでしょ、うん、また酒飲んで、うん、今トイレしとおしょんべんさして、二日酔いみたいな感じ、何が、今日ビジュアルいいね、ビジュアルなんか良くないよ俺、うん、こんなじじい、反動来ないといいね、ワクチン打ったよ、なんか火曜日に二日前とか、今おしっこしてる、二日前にワクチン打ったよ、うん、ワクチン打ったよ、うん、ニコニコだったね、あれからお熱大丈夫だ、のこさんは楽しいなら私も、のこがいじめられなかった世界線、2日前なら落ち込んでて、残すんだ、トイレってちょしょんべんさせろよ、のこさんの笑顔はほっとする、俺ほっとしなかったからな、ほっとしてなかったからね、あのそう結構鬱っぽくなっちゃって、うーん、あのさっきなんか結構鬱っぽくなっちゃって、なんかそうそう、うん、なんかそう、そんな時にさ、あの地震来たんです、あのでっかい地震、うざって思って、マジで、いやムード台無しやんね、うざって、こっちなんかね、もうなんかリスカとかさ、死にたかったり
リス化したいとか思っててさ、ムード台無しじゃねえかって、うん、うざって思っちゃって。ツイッターの写真、ああ、そんな感じで、そんな気分で、はい。で、なんかその後、そうそう、受信が邪魔されなかったら俺多分今日切ってたよ、腕切ってた。でも切ってません、はい。その後民剤飲んで、なんかまあ家になんかちょっといて、でその後民剤飲んで、あの酒の、あ、ウイスキー飲んで、あの外コンビニ行こうってな、コンビニ行こうって言って、コンビニ行ってタバコ買いに行った。うん、まあだからもうラリってちょっと深夜徘徊しようと思って。そう、ラリって深夜徘徊するの超、今日超気持ちいいじゃん、超気持ちいいじゃんね。うん、そんなな、うん、めっちゃ楽しそうに歌った。うん、世界のこさんが無事でよかったね。無事ってそんな、別にそんな怪我とか俺なったことないよ。なんかラリって深夜徘徊し、なんか今まで、うん、怪我したりってないよ俺。うん、そっか、地震ほんと怖かったしね。皆さん逆に大丈夫でしたか？ヘラピーなんか楽しそう、気持ちよく、散歩楽しかったよ。民剤と酒はマジやめれだよね。だ、まあそうだよ、お前らやめろよ、うん、お前らはやめろね。うん、ほんと民剤と酒を一緒にねやるのは、飲むのはお前らはマジでやめろよな。うん、本当に気持ちいいからな、うん、お前らやめろよ、うん、お前らやめろよ、本当早く卒業しろよ、うん、もう大人だろな、本当に。よ、いい大人になってまだそんなことしてんのかお前、本当におしっこ出ねえよ。うん、OD とは違う、 OD とは違う、 OD なんかしてない。ああ、めっちゃ笑顔だったけどって、何がめっちゃ、ちょっと楽しかった、すげえ楽しかった。うん、今も楽しいよ今も楽しいよ全然。うん、気持ちがダメなんだって。いや、まあブーメランとかまあいろいろ分かってんだけど、いやそれはまあ関係ねえかな、しょうがないもんな、うん、なるときはなる、なるときはなっちゃう、なっちゃう、うん、なるときはなっちゃうな、うん、ここなんか電波弱えな、わけわかんねえ、電波弱いね、わけわかんない、ここ電波弱いのわけわかんない。はははははなんでだ、わかんない、知らない、電波いいはずだもん。大丈夫今。今大丈夫。今大丈夫。と、今は大丈夫。Wi-Fi 切ったら、ね、ちょっとわかんない。ちょっと今は大丈夫。カッカク？え、今カッカク？嘘でしょ。今カッカクなん？嘘？今は？カッカク？ちょっとマシになった？ワイワイ切り替わった？いや、切り替えてないよ。治った。ちょっと待って。治った。ちょっと待って。タバコ吸うね。タバコもなんか美味しく感じるよね。なんかね、怖
こういう時ってラリっていう時かもしれないけど、なんか美味しく感じる。タバコも、タバコ吸いたーい、タバコ吸いたーい、うーいや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 、みんなこんな朝に起きてくれた後ね、僕のようにむしろずーっと昼夜が逆転してる人、僕朝の6時とか7時に寝るんだけど、6時とか7時に寝る人なんだけど、僕はうん、昼夜が逆転、それはわかる。そう、俺もそう、うん、でしょ、全く同じ。その椅子どうですか、知らねえや。うん、ちょっと酒飲もうかな。ウイスキーは飲まないよ、もう。うん、ウイスキーは飲まないよ。うん、ウイスキーは飲みませんからね。うん、配信中だしウイスキーは配信中は飲まない、配信中は飲まないって。俺そう、それだけはもう分だけど、そこはもうちゃんと決めとるんや。ブラックに行くか、飲みたいな、飲みたいな。ジュース、いや酒飲みたい普通に。うん、ビール飲もう、ビール飲もう、ビール飲もうか、ビール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 飲む、ビール、ごきビール、じゃあビール飲むね、ビール飲むね。ビール飲む、ビール飲むね。みんな乾杯、乾杯、みんな乾杯。仕事もね、ニートもね、学校の学校もみんな乾杯。はあ、KP。チーズとかも食べな、いや全然、別になんかお腹空いてないんだよね。何もほとんど食ってねえけど今日、うん、ほとんど食ってねえけど全然だよ。こんばんは、うん、ちびっと。ニワトリの鳴き声お願いします。コロッコー、コロッ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 コー。仕事です、乾杯。なかなかうまいんじゃないですか今の。似てるよね。どんな味ですか。ビール、ビール、どんな味って。そのビールで、ビール飲んでんだから、ビール飲んでんだから、ビールで。明日仕事のこさんの、のこさんのカバンに入れていこうかな。どういうことだお前。おはようございます。どんな味。お水飲んでる、水なんか飲んでない、ビール飲んでる今。うん、お酒おどおどに。だって僕も、もうだって4時だもん。僕もけどもう酒飲んで、ね、この後配信終わってまたウイスキー飲んで寝るだけだよ。うん。まあ、寝れたら。うん。寝なかったらまたマイスリ飲む。うん。眠剤飲まなきゃ眠れません。そういう時もあります。はい。仕方がないです。なもんは。ね。最近何時に起きてんの？起きてる時間？俺だからさ、俺昨日はね、昼のね、昼の1時に起きて、昼の1時の起きて、俺ね、昨日昼の1時に起きて、それで心療内科行って、まあ薬もらいに行ってね、でそう、心療内科行って、そう、早起きしたのは、それ、心療内科行って、薬もらって、で、帰ってきて、で、それで、昼、なんか、3時半か、
夕方4時ぐらいに家着いたんだよ。結構遠いとこ俺行ってるから、車で。で、家に着いたのが3時半か4時で。で、そっからね、あのね、5時間、6時間寝た気する。わかんない。確か5時間ぐらい。なんか夜の、とりあえず夜のね、9時半かわかんないけど、夜の9時半か、10時か、わからん。まあ、夜の9時半か10時か、そんぐらいまで寝た。なんかすげえ寝た。そっから、また。5時間、だから5時間、6時間ぐらい寝たんじゃん。昼寝。急に落ち込んだのかって何が？別に月1では言ってるよ、心療内科。うん。月1では言ってるよ。幽霊怖くて寝れない。まあね、そう、5時間ぐらい寝たんじゃない？昼寝として。うん。5時間ぐらい寝て、それで、そうですよ。うん。なんかね、嘘。うん。待ち時間どんぐらい？待ち時間どんぐらい？待ち時間、なんかそんな10分ぐらい。待ち時間10分ぐらいで、だから僕もそう、ああいうメンタル病んで、いきなり病んじゃって、まあいつも毎年僕はこんなもんじゃん。毎年僕はこんないきなりね、ガクッと落ちて、みたいな。そう、だから先生にもね、先生、あのちょっと最近もなんか自殺したいみたいな、消えたいんですよとか、あのね、結構時間、いつもよりなんか、5分ぐらい長く喋れました。お姉ちゃんと、いつもより5分ぐらい長く喋りました。はい。5分6分。うん。長く喋った。メンタルいい、調子いい時期もあんの。あるある。うん。そういう時。うん、お姉ちゃんだから、僕の先生、お姉ちゃんだったから。リスカしたい衝動の時に地震だったという感じ。あ、そうだよ。そう。ね。ああ、そういう感じ。リスカしたかったのに、ね、リスカするって時にね、腕を切ろうって、アムカをしようって時に、地震が来やがって、うっざって。ね、ムードが壊れちゃった。そう、ムード。俺は双極性。うん、ムード壊れちゃった。ムード壊れちゃった。だからそういうムード壊れちゃって、マジで、そんな感じで、なんか、うん、もういい、あ、もううざって、そうなって、もういいやったんって。うん。なんかもうそれが来て、で、ちょっと、その後、そう。なんかもういいやってなって。眠剤飲んで、だからね、さっき言ったことで、眠剤飲んで、ね、これブラックニッカ、ブラックニッカ瓶持ってって、それ飲んで、ね。そう。コンビニ行こうって、タバコ買いにね。タバコ買いにコンビニ行こうって。たったそんだけ。うん。それで、なんか楽しくなっちゃって、当然ね。こんなめちゃめちゃ楽しくなんだよ、いつも。ただ配信したのは初めてかもしんない。ね。配信したのは初めてかもしんない。俺がなんか外で。家の中だったらいっぱい配信してると思うけど、家の中で俺がね、なんかその眠剤飲んで、ね、ラリってみたいな感じで配信したのは、ことはいっぱいあると思うけど、外いる時でそのまま配信したの俺初めてかもしんないな。外ですげえだからさ、もうずっとなんか歌歌ったりとかなんかしてて、もう一人で、なんか、なんかもうすごい楽、やっぱほんとすごい楽しくて、なんか幻覚とか、そう、なんか見えたりとか。なんかやっぱそういうのがすごい楽しくて。なんか、なんか、でもまあ、すごい楽しくて、なんか、でもまあ、みんな昔からですよ。うん。もっと広がったんだから。10代の時に比べたらマシ。10代の時のがもっと広がったんだから。もう薬物乱用したから、薬物乱用したから。そう。あの時のがもう本当にやばかった。だって包丁持って剃ってたんで。何回も言ってんじゃん。ね。これもう包丁持ってさ、これ、な。これ持ってさ、あのさ、外出ったんで俺。やばいよね。だからさ、そういう、もう頭おかしく、要するに頭おかしくなるぐらい、精神薬、眠剤いっぱいさ、ポンちゃんして酒飲んで、頭おかしくなってて、ね。親父を俺今から殺しに行くからって。
ね、行って外出て、親父も止めない、止めなかった、あその時、うん、しかも俺それ3回ぐらい、俺の記憶だと3回はある、うん、親父、うん、俺今から殺してくるからって、親父止めねえんだよ、なんか知んねえけど、親父止めねえんだよ、その話はよく聞く、昔からそう、親父止めないんで、うん、うちの親父止めないんで、うん、うん、まあ、よく捕まえなかったなっていうのは本当にね、あのラッキーマンだよね、ただね、パパは信じてくれてるんだよ、いやそれがまたムカついたね、舐めてんじゃねえぞって、本当にぶっ刺してやろうかこの野郎ってね、誰かをことをって信じてくれてるとか言うけど、パパがね、逆に俺その時の僕からしたら、なんかなめんなよみたいな、なめんなこの野郎みたいな感じに、わかるでしょ、わかる人いるでしょ、なめんじゃねえこの野郎って、なめんなよこの野郎みたいなさ、だったら本当にぶっ刺してやろうかみたいな、結局そんなことは絶対しなかったんですけどね、変に煽ってくんじゃねえよ みたいな感じでイライラした。子供だからって舐められんの嫌だよね、気持ちは本気なんだよな、そうそう、でも気持ちやるから、いやでもまあそうそうそう、ネオ麦茶みたいなことを言うけど実行はできない人間ですよ僕だって、実行はね、うん、実行は、うん、実行はできないような人間だと思いますよ僕は、うん、殺しに行くぞってね、包丁持ってさ、そこら辺さうろうろしてさね、実際そんなこと やんなかったわけだね、やれるような人じゃないね、そういうことですよ、うん、今薬何飲んでんの、今薬はだからあれだよ、マイスリー、うん、今はその衝動ないの、今はその衝動何が、あ、ないな、今はさすがに殺しに行こうみたいなのはないよ、ないないない、あったらやばくね、うわ精神薬があったら多分俺も包丁持ってたよ、配信始まった時に、配信始まった時に包丁持ってたよ多分あのさっきの公園行った時の時点で包丁持ってたっしょね、そうそうそりゃそうだ、うんね、だから今はそんなない、うん、昔の話よね、そうで昔の話ですよ、 10代の頃だよ、10代の頃、うん、10代これで20代21歳ぐらいでやめたよ、別の方向にエネルギー出せてるからね、出せてるから、いやでもそうは言ってもまあいろんなありますけれども、まあやっぱり単純にやっぱ消えてしまいたいとか、やっぱ死にたいとか、うん、単純なね、そういう生きていく限りね、そういった抱えるやっぱね、あのネガティブなものっていうのはやっぱね、いくつになってもやっぱそこは、うん、やっぱあるよね、うん、うん、そう理由ない、そうそう理由ない、俺も理由ない、うん、いつも俺もいつもみんなに言ってるじゃん、理由ない、理由がない、うん、幻覚って何見えんの、幻覚ってもう幻覚だよ、もうふわって人間がいるような、人間がいるみたいな、人間っぽいのがいるみたいな、人間っぽいのがいるっていねえじゃんみたいなまあ結局まあ幻覚、人間っぽいのがやるって。浮き沈みもあるもん。とりあえず落ち着いててよかった。休みなさい。うん。全然落ち着いてるよ。そうなんだ。うん。折り合いつけ、うまく付き合ってが、アメリカンポリス。急に来るよね。幻聴はある。幻聴は昔あった。今はない。ふわーっとなんの。ふわーっとなる。超気持ちいい。やばい。超気持ちいい。ふわーっとなる。うん。落ち込んで範囲になれんの。逆にいいな。落ち込んで範囲になるの。逆にどういうこと、落ち込んで、あれだよ、マイスリー飲んで、それで眠剤入ってことだよ、俺今日な、落ち込んでマイスリー飲んで眠剤入ね、そのルートですよ、タバコ一緒、うん、タバコ一緒、おやすみなさい、 OD した時薬買いに行くのが面倒、それは面倒ってか、OD したらもはや歩けないんじゃないの、ヘラヘラで歩けねえだろどうせや、うん、OD しちゃったらお前ヘロヘロでよ歩けもしないんじゃない、うん、
アンヌーンってやる。アンヌーンって。なんだ、俺が言ったのか。アンヌーン。スワルケンクなのかな。ヘロヘロも何もや。マイスリーってきつい。わかんない。俺ずっと飲んでっかんね。うん。ずっと飲んでっかんね、俺。うん。まあ、きついといえば、まあ、きついって言えば人によるよ。だから人による。人による。今何錠飲んでんの ?10 ミリ。うん。今10ミリ。10ミリ1つ、1錠。10ミリ1錠です。はい。用法、用量守ってます。はい。10ミリ1錠しか飲んでないぞ、俺。うん。10ミリ1錠しか飲んでないぞ、俺。うん。エブリーファイとお酒の、組み合わせ、どんな感じだった?あ、それもね、結構ね、ドヨーンってくる感じ。それね、伝えたんだよ。先生にも。今日診療内科行ったんだけど、先生にも伝えたんだよ。エビリファイと、やっぱ、お酒を合わせて、なんか飲むと、やっぱり、そう、ドヨーンとくるっていうか、なんか、言語化できない。言語化できない。なんだろう。なんて言えばいいんだろう。たまにすげえ沈む時があるっていうか。なんかね、そう。お酒を併用しての言ってる。ちゃんと言ってるよ。それ合ってるのってないわ。お酒合わせて怒られないのってないわ。いや、なんか今んとこの姉ちゃんは、僕の担当してる姉ちゃんはそんな別に怒ったりする人じゃないよ。別に特になんか言われないな。特にそれに対してはなんか言われないけど、やめた方がいいですよ、ぐらいな、確かにそのぐらいは言われた記憶はあるけど、なんか昔ね。やめた方がいいよ、ぐらいな。そう。ちゃんと言って、よくないけど、辛い時はそれでやり過ごせば。ああ、全然そんなもん、大丈夫だって。のごさんなんて別に、ね。自分でやってるよ。大丈夫だよ。大丈夫だよ、別に。大丈夫だよ。大丈夫だよ。ラモン。鼻からバレとるやろね。まあそうだね。俺のツイッター絶対見てるし。腕切ったら見れないって言われた。あ、なに?あ、お前が?お前、嘘でしょ?先生に。先生に、あんたリスカしたら、もうちょっと、今後、関われないから、みたいな。先生が。こんなこと言った。それはもう、ぽいちょ。もうそんなんぽいちょ。ね、ぽいちょ。そんなとこは別のとこ行きなさい。ぽいちょ。そんな病院ぽいちょ。ね。僕結構だって、精神科と診療内科、本当に8件?いや、8件は言い過ぎかな。6件は、6件は絶対。6件、7件は、6、7件は俺ね、もう、たらい回しってか、いろいろ、回されたぜ。いろんなとこ、俺、6、7件行ったもん。変えたもん。6、7件変え、行って、今んとこに至る。今、そう。俺結構変えてるよ。結構変えてる。マジで。マジ。結構俺変えて、精神科とか心療内科とか、いろんなところね。今のところベストはね、俺はね。ずっと、そうだもん。長いもん。なんだかの長いもん。やっぱ良い先生に巡り会えるかどうかだよね、それはね。結局ね。今のところ、OD だけじゃしないからそのテンションでなんかしないとやめられない。自分には、私は母親の紹介。僕と同じですね。あなたは病気じゃないですってすごく言われていくのやめた。あなたは病気じゃないですって?なんだよ、それは。ね。いや、病気なんだって、辛いんだって、ふざけんなよって、甘えだっつうの、この野郎!なぁ、ふざけんな、この野郎!ってなるよね。それ僕もだからそういう風になっちゃう。ね。だから、なんか本当に、気分が気分だったら。先生、僕が甘えだって言いたいんですか?甘えで何が悪いんじゃ、ボケ!って。甘えで何が悪いんじゃ、ボケじゃダメだ。甘えじゃないんだよ。な、病んでるんだよ、ボカ。病んでるんで、バカ。本当によ。早く薬よこせ。薬よこせよ。薬よこせ、早く。本当。うつ病甘えて言われるの辛い。辛いんだよね。気持ちがわからない先生もいるね。まあ、それはね。
いますよ。僕もだってだから喧嘩した先生とかも何人かいるもん。喧嘩した先生とか何人かいるし、うん、ボケ、俺にも薬くれ、黙って薬を出しなさい、黙って薬を出しなさいとは言わないけどね、そんななんかいてくる人いるんだ。まあまあ、わかるなって、うんうん、付き添いで泣きたい時たくさんあった。やっぱりなかなか理解されないもんだね。いやいやいや、どうだろう、俺みたいだからいい先生見つかれば、うん、いい先生見つかれば、そう、うん、理解してくれる人もいるよ。うん、だからいい先生に、いい病院かいい先生かっていう、もう俺みたいにたらい回しね、あの7件ぐらいさね、いろいろ行った後にね、7件ぐらい回って、そう、根性、病院探しめげないようにしてください。僕も7件回ったんで、7件。うん、なんだかんだ7件回ったよ。7件以上回ったんかなけど俺。まあ7件でいいや、7件。7件、そう、僕は回って、今の先生に巡り合って、今の病院、今の先生に巡り合って、そう。あ、いい先生だって。いい病院だって。相性だよ、相性。相性あるから。うん。精神科の精神やるのしんどい。親にあなたは私より辛くないって言われちゃうのが辛い。え？それは親よ。うん。親もそれはなんでそこでさ、言うの？ね。なんでそんなこと言うの？お前の親。ちょっとひどいな、それ。うん。なんかコメントでもなんかひどいやだなってなんか来てるけど。なんか、親、そこで何なの？お前の親は。うん、まあ、お前の親はちょっと、なんかこうやってみんなでなんか言うのはちょっとあれかもしれないんだが。それちょっとなかなかね、うん、お前はちょっとかわいそうだな。野さんおはようございます。うん。お前はかわいそうで。ちょっと親御さんがちょっと間違ってる感、僕もね、思いますよ。ちょっと。うん。その発言は。うん。私の方が辛い。めっちゃ言われたな。親ガチャミスった。ああ、私の方が辛いんや。私の方が辛いんやって。あんたなんか別に本当は、ね、うちの飯食って、ね、全然悩むとこどこあるんだ。知らねえんだよ。うん、親は知らないから。そもそも。子供たちよ。親は知らないから。お前らの、ね、ガキども、お前らの、そういう、ね、苦しくなるに至るまでのプロセス、ね、流れ、プロセスとか流れとか、そういうの知らない。そもそも。知らないからそういうことを言えるんで。うん、知らないから。うん、学校だったらさ、ね、学校だったらあの建物しか見てねえんだよ、親は。その学校の中で人間関係ね、誰がいじめられてるとか、そんなね、誰が不憫な思いをしてるとか、そこまでなんか、見てません。当然。うん、で、親に言えないこと、子供はそんなことも親には言えません。自分がいじめられてても、親には言えないよ。俺もそうだったもん。親に言えなかった。俺、自分がいじめられててさ、親に言えなかった。言えなかった。精神薬あります。親に言えなかった。ね、言えない。うん。びっくりしたやったよ、俺。俺だからさ、高校辞めるときにびっくりしたやった。ええー。うん。あんなに仲良かった、佐藤くん？俺はだから、俺が高校辞めるときに泣きながら、うちの親父と、親父とママに、精神薬あります。泣きながらね、もうだからその時言ったんで、高校辞めるときに。うちの親父とママに、俺が泣きながら、ね、あの佐藤くんに、佐藤にいじめられたって。佐藤一派に、佐藤グループに、佐藤グループにいじめられてましたって。そしたらうちの親超びっくりしたからね。あんなに仲いいと思ってたのに。りょうすけ、そうだったの。気づいてあげられなくて、ごめんねって。あ、うちのママはね、ほんとそう言ってくれた。うちのママは。
うん、気づいてあげられなくてごめんねって。うん。まあ俺も別にママいいよって感じだったけど。うん。うん、ママ、俺そのママの言葉覚えてる。多分そうそう、そんなこと言ってくれたよ、ママ。うん。そうそう。うん。なぜか親同士が仲良かったりするからってね。あ、そう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 、そうなんだよ。あ、そうそうそう。うん。そう。だから俺もそんなんだった。うん。こんばんは。わかる。親父は？親父は？ええって。親父、ああ、そうなんだ。当時の親父はこんな感じ。うん、ええ、そうかい。そうなんだ。りょうすけ、そうなんだ。ああ、みたいな。もう親父はね、本当にね、もう尖りまくってたからさ。マジで。マジで尖りま、働いた時の親父って本当と尖りまくってたから。そうそうそう。最強マムの曲ちょいちょい聴いてる。ありがとうございます。尖りまくってたから、親父。そう。ほんと離婚してからだよ、あいつ。離婚してから、もうほんと今みたいな別人の親父がね、出来上がったんだけど、やっぱ離婚する前までは本当にね、暴力親父だったからさ。ひとしさん、暴力振られたのこさんからめっちゃ聞く。そうだよ。俺も振られたし、兄貴も振られたし、一番振られたのはうちのママ。うちのママが一番暴力振られた。うん。もうほんとに、ここの部屋で、まあ、ここら辺の部屋で、まあ、こうやって、ケツぶっ叩いて、バシャン、バシン、うわーって、親父が別に発狂しながら、精神薬やつ、親父が、うわーって発狂して、なんか、お前はー、おいってケツぶっ叩いたり、あとはなんか蹴っ飛ばしたりして、んで、ママはヒステリックだから、うわーみたいなさ、そうそう、これ馬鹿にしてるわけじゃない、この、本当にヒステリックだから、もうやめろとか、そんななんか、言ってて。そう、それずーっと俺もう小学生時代ずっとそうだからね、俺。小中。うん、小中ずっとそれ。うん、小中ずっとそれ。ね。うん、親父はほんとね、暴力親父だったわね。DV 親父。ね。DV 親父。俺もだから、何回も蹴っ飛ばされたもん。何回も蹴っ飛ばされたもん、俺。何回も思いっきり蹴っ飛ばされたからね、しかも。あいつ。あいつ思いっきり蹴っ飛ばしやがったからね、俺のこと。うん。あ、兄貴もだよ。兄貴も振られたよ。兄貴も。うん、兄貴こそめっちゃ喧嘩したよ。兄貴こそ。あいつ。兄貴と親父ね。兄貴こそやっぱさ、結構ヤンキーっぽい感じだから、いや、兄貴な。めっちゃ喧嘩したよ。うん。最近は丸くなったね。だから離婚してから変わったんだって、それは。離婚して本当にね、親父はなんか強制されたかのようにね、ほんと変わりました。あの人。うん。別人のようになったよ。まあまあ、だから、今の親父は本当に俺は、愛してるよ。うん。今の親父は愛してるよ。昔の親父は本当に殺したかったけど。うん。殺したかったけど、今の親父は俺は愛してるよ。うん。そうそう。うん。まあまあ、だから親父も、やっぱね、親父のいろんな姿見てきてるからさ、俺もさ、その離婚した後もね、親父のいろんな姿を、うん、親父の涙、ね、涙とかさ、まあこれは別に言わ、まあ、まあ詳細はなくてもさ、なんか想像できるでしょ。親父の涙とかさ、見てきたりするわけよ、俺。俺も兄貴もさ。うん。だから、ね、その時は別に、それ、泣かれた時は、なんか俺も、なんかね、普通に、俺は泣かなかったけど、当然。俺は当然泣かなかったけど、うん、なんか、うん。ちょっとずっと黙ったね、俺は。うん。ずっと黙ったよ。うん。でもまあ、そういったことがあって、ちょっとなんか、その後ね、一緒に、海外行ったり、イギリス旅行行ったんだよ。親父と俺、二人で。まあそういったこととかもあって、その時にもね、そういったいろんな流れがあって、ちょっとずつ。うん、なんかいろいろあったけど。まあいいや。うん。結束力がそれでできたんやな。いや、それできたわけでもないけど、結構、あと、親父がやっぱ PV 撮ったりとか、バンドを応援してくれるとか。うん。バンドを応援してくれるとか、やっぱそういったことが、あと配信。ね、昔、ピアキャスの配信出てくれたりとか、も含めて。まあいろんな、ああいったことが、すごく、俺は、親父は、うん。うん、多分、親父なりの、だったと思うよ、俺、本当に。ピアキャスの配信とか、あれ、ね、出たりとか、ね、昔10年前。うん。
あれ配信出たのは親父なりのだと思うよ俺は。まあなんか償いじゃないけど、まあ償いに近い何かがあったんじゃないかなとは俺もけど思うけどね。まあ純粋に応援してあげたいっていう気持ちもあったよ当然。親父は俺のことね、新生かまってちゃんメジャーデビューに向けて、こいつら何やってんだかわかんねえけどね、配信っていうさ、ただまあいろんな気持ちあったと思うんだよ親父ってマジで。うん、それでそう精神薬ありがとうございます。うん、いろんな気持ちあったと思う。親父なりにくかった親と共同作業できたの羨ましい。うん、親の気持ちは嬉しい。まあそれは嬉しい。なんか力になりかった。いや、まあまあ確実にそうでしょ、確実にそうでしょ、確実にそうだよ。うん、配信なんか普通やんねえってやるような人じゃないもんうちの親父って。うん、親父がかまってちゃんを作った、まあ作ったとは言わないけど、けど本当にね親父は結構なかなかね、うん、やっぱ役に立ったところはあるよね、そのメジャーデビューまでのね。うん、構成する大人っているんだ、構成する大人。まあ何をもって構成かどうか知らねえけどね、まあわからん。うん、親父が構成まあしたのかな、構成ってかまあまあわからん、何をもって構成か知らねえけどさ、くだらね。うん、完璧な親って いないよね、完璧な子供もいないし。まあそうでしょ、そう心底思えるようになったら残すさん素敵。親父さんの PV めっちゃ好きだった。ああでもまだ親父との PV これからも撮りたいっすよ。今73歳だっけ、なんだかんだこの親孝行もしてる今ね。そう親父ともこれから PV は撮ってったりしていくよ。うん、親父は73歳でもうちょっとね死んじゃうと思うから、うん、そう死ぬ前にちょっとね、やっぱ親子関係修復できてよかった、相手が許してくれたら公正じゃない。うん、じゃあ公正ですね。まあまあグローの方がうまいぞ、長生きしてほしい。73歳です。いつ死んでもおかしくありません。これからは楽しい。今度 CD ジャケお父さんにしよう。やだよ、そんなファンキーモンキーベイビーみたいな。やだよ、そんな。うん。家族って切ない。うん。死後の世界どうなってると思う？死後の世界？え？無。永遠の無。うん。永遠の無、無って言っちゃうと、それもわかんないからね。うん、お父さんとのトゥーショットみたい。じゃあ円盤のデザインを。おいしそうに多分うまいんだもん。金梅が目覚めたみたいだね。目覚だから死んでねえじゃねえかよな。前の配信で言ったろね、うん、死んでから盛り上がれってお前ら、死んでから盛り上がれ。前の配信でも言ったけど、毎年同じネタするんだから金梅なんて、あいつな、ネタかなんか知んねえけどよ。今回も。昔から同じじゃん、金梅。な。死ぬ詐欺かなんか知んねえけど。初見。ネタなんか知らねえよ。ネタか本当かどうか知らねえよ。うん。よく耐えてるよ。うちのお父さん、今年亡くなったから今更だけど、もっと親孝行すればよかったって後悔してる。ああね、僕も親孝行してないよ、なんだかんだ。うん、まあまあな、ちょっとしてるっちゃしてるんだけど。そうだね。今年亡くなったんだ。やっぱ親がいなくなるとね、寂しいって言うからね。うん、まあ俺は親が死んだとして、親父が死んだとしても、ママがいるから、ママも親だから。ママがまだどっかにね、生きてるから。けど親が本当にいなくなったら、なんか本当に寂しくなるっていうよね。親がいなくなった時が本当に寂しい時っていうね。独身男性諸君、独身女性諸君、親が両方いなくなったら、うん、親が両方いなくなったらね、両親なかなか覚悟できないね。親がいなくなったら身寄りなく、うちの親関係悪かったからそんなでもなかった。だから、のこさんがよう言ってるよ。うん。おばあちゃん亡くなってパパがかなり落ち込んだ親はね。自分も年取りますからね。
そしたら生きていけんのか不安です。兄弟も仲悪いし住むな、今はまだ考えられないな、本当の孤独か。うん、本当の孤独やってくるぜ。うん、母親死んで2年経つけどまだ実感湧かない。野呂さんのキャスは勉強になります。そっか、みんな死んでるんだね、亡くなってるんだね。うん、でもまあ母親でも父親でもどっちが亡くなるだけでもやっぱり孤独ってのはやってくるのかな。うん、なんか本当の孤独っていうのはちょっと僕にはまだね経験できてないことなんであれなんですけど、両親が亡くなったらパパとママがどっちも死んだら俺も本当に孤独になるかって思うけどね。それはなんか考え、うん、想像するとどんな孤独なんよ、うん、俺もちょっと今自分が孤独だ孤独だって言ってるけどさ、自分がね孤独だ孤独だって言ってるけど結局もうね、親がどっちもいなくなっちゃったらね本当に孤独になっちゃうな。うん、その時こそね、わかんないけど親父が先に死ぬから絶対親父が死んだだけでも本当に孤独になっちゃうかもしれない。やっぱ親父はずっとやっぱねなんだかんだね近く住んだりもするし、そう近くで、まあそんな近いわけじゃないけどなんか近く住んだりするんだよ。だから親父ね、そう、近く住んだりする分ね、今コロナで会ってないけどさ、あんま、コロナであんま会ってないけどそういうのもなくなるわけだからさね、会う機会もね、仲いいから、うん、まあそれは仲いいよ。電話とかもだってたまに電話とかしてるよ。悲しく絶対なるわ、親父死んだらだから。意外と生きていけるよ。いや生きていくしかないじゃん、そこで死んだりしないよ。見てるとちょっと息子ってなんか複雑。おやすみなさい。そっか、今に感謝、長生きしてほしい。仲良いならよかった。中卒でも生きていけますか？生きていけます、余裕で、余裕っち。親のこと親だと思えないけどいざ亡くなったら虚無感に襲われるのかな。分からん。野呂さんは闘争は特別な経験してきてますね。巡り巡って親父がのこの子供に生まれ変わる。やだよ、俺結婚しねえし。もうだいぶ追いついてた。最近指輪が腹立つ。なんで？いつも辛い時まだふわふわしてる。まだちょっとふわふわしてる。最近なんで指輪がさ腹立つの？余裕っち。オワコン。母親モンペだったから泣けないのか。ああ、モンスターペアレンツってなんか虐待受けたってこと？まあその家庭環境でね、家庭環境である、あるじゃん。野呂さん、天国と地獄を信じますか？あなたは生まれ変わりを信じますか？僕はね、天国と地獄、僕は基本的にはあのエターナルナッシン、でアフターデス、アフターデスイズエターナルナッシン。But I believe heaven and hell. But I wanna believe、まあそういうところもあるかな。I wanna believe heaven and hell っていうところもあるかもしれません。まあでも基本的にはやっぱね、やっぱ無だと思っちゃうな俺は。エターナル、エターナル、そうエターナルナッセン。リメンバー見たら死後の世界あったぞ、よかったね。よかったな。じゃあ死んだ後にな、何もなかったらリメンバー見たんだぞ俺って。どこに死後の世界これあるんだってね、訴えればいいじゃん。なかった場合、妹自殺して無だと思った。私の夢は幽霊になることです。いや、幽霊は信じるよ俺。幽霊信じるよ、当たり前じゃん。幽霊信じる、信じないやつってアホでしょ。幽霊は絶対いるだろ。幽霊と呼ばれるものは絶対います。絶対いる。
無であってほしい。人間なんてただの生き物だもんな。のこさんの進撃、のこさんの巨人、のこさんのめっちゃ好きでずっと聞いてます、のこさんとありがとうございます何言ったんだ、なんかコメントがもうラリって見えるいるね。そこは信じとる。あ、幽霊は信じてるよ。うん、幽霊見たことある、うん、見たことあるし、別に一回しか見たことないけどね。うん、こさん、いや今朝5時か、俺幽霊見たことあるよ。ほんとほんと、成田さんで働いたおじいちゃんは子供たちを見て回ってるよ。で、私に話しかけてくる。うわぁ、見たことない。言ってあるやつあるし、脳霊感だから信じてない、ぶっちゃけ。俺も幽霊見たよ。あ、そう。輪廻転生信じる？まあ、だから信じてあげたいって感じ。俺はないと思ってるけど、なんか やっぱ世の中、ね、お前みたいに、お前かわかんないけど、世の中、輪廻転生をさ、ね、やっぱ信じてる方って、いっぱいいるじゃないですか。うん。だから俺はそれでね、信じてあげたいな。うん。僕はなんか、輪廻転生して、なんか自分の記憶が残ったら嫌だなって、とか。嫌だなって。うん。のこさん、are you scared of ghost?いえ、ああ、no, no, no, no. I'm not scared. I'm not scared. I believe in ghost. 生き量はある。あるんじゃん。あ、生き量とかあるんじゃん。うん、生き量はあるって言わない。指輪が、何、指輪が夢に出てくる。なんだお前。何、さっきから指輪の話。指輪がムカつくとか、指輪が夢に出てくるとか。お前、な、それ、だ、お前ら何だよ。ファンが、指輪ファンがいっぱいいんじゃん。意味がわからん。輪廻転生派、そう、前世の記憶残んないでほしいよね。お、ピンク、生まれ変わりがあるとしたら何になりたい？自分。おはようございます。うん、自分だよ。うん、もう自分だよ。うん、輪廻転生もあると思うけど、出産じゃなきゃ無だもんな。わけ、恋、死んだらもう生まれたくない。来世もかまっちゃん好きになりたい。生、生き量、本当にあったら多分飛ばしまくってる。うん、だからみんなの生き量いっぱい俺ついてるよ。昔から。いっぱいついてると思う。俺、生き量。うん。いや、俺とかだからいっぱいついてると思うよ。なんか、いいやつとか悪いやつとか。うん、悪いやつもいっぱいついてると思うよ。うん、なんか恨みみたいな、うん、いいやつはいっぱいついてると思うけど、悪いのもいっぱいある。まあいっぱいかかんないけど、悪いのも絶対ついてる。いっぱいじゃないにしろ、恨みはどうなんかな。別にな、うん、別に恨みはそんなないと思う。ない、いや、恨み、最初恨んだとしても、まあ結局恨まなくなると思うんだけどな。俺のことは最終的に、その、なんだろう、女に恨まれてそうってお前コメントで言うけど、うん、今までなんかね、絡んだことある女性にしたって、なんかな、うん、全然俺それでも、うん、なんかそんな最初だけだと思うよ。メンヘラな生き量たくさんついてそう。うん、代々見えたり聞こえたり、家系はある。あ、なるほどね。のこさん、生き量飛ばします？飛ばすわけねえだろな。飛ばし方がわかんねえ。恨まないんじゃない？わからんけど、恨まないんじゃない？わからんだろ。それはもうそっちからしたらわかんねえだろ、俺のことなんて。俺のそんな、あの、プライベートのことなんて、お前らが分かってたら怖えわ。でも大体のこさんのことなんてね、まあ予想つくじゃん。予想つくじゃん。ね。うん。なんか予想はつくじゃん。なんか、あのこさんって、まあこんなプライベートとか、こんな生き方してて、ね。なんか女と遊んで、ね。女と遊んで、で、なんか、ね、相手の女の子気づけたりしてるんでしょ？みたいな。そんなんだろ。うん。
でもそういうなんかあれじゃない？突きつけた時に飛ばされた生き量がついた。うん。想像はする。野呂さん女と遊んでるってないが。うん。野呂さんの生き量ならオッケーだ。おはようございます。なんとなくわかります。もろそれ。優しそうだけどね。俺優しいよ。優しいけど、なんだろう。優しいけれどもなんだろうな。いや、俺ほんと優しいよ。お前らなんかさ、ね、あんまりこんな話するのもあれなんだけど。なんか俺すぐなんかさ、セックスした後追い返すみたいなさ、ね、イメージをなんか昔から言われるんだけどさ、ね、ファンとセックスしたら、ね、家呼んでね、ファンとセックスしたら、すぐ帰れとかさ、いうようなイメージだって昔から言われるんだけど、なわけねえだろ。なわけねえだろ。叫んなよ。叫んなよ、マジで。だって俺ピロートークとか言うけどさ、俺は別にその時もさ、人と人との付き合いとして俺やってるから、話すの好きなんだよ、俺。人生、相手の人生聞いたりとか。相手の人、いや、優しいとかじゃなくて、俺もなんか好きなの、話すの。相手の人生観をね、聞くのが。そうそうそう。相手の人生観を、俺結構そういうの今までやってきてるよ。相手の人生観をそうそうそう。聞くの。わかる？興味あるもん。わかる。俺もそうなんだよ。俺他人のなんか、そうそうそう。人生観を聞いて、それに俺すげえ興味あるから、毎回けどそういうことやってんな、俺。そう、人間観察とか好きだし。終わった後女性優しくする。優しくするとか別にそれは当たり前なんだけど、こんばんは。いや、優しくするとかは当たり前なんですけれども、なんかよくわかんねえな。普通だよ、俺。普通ですよ、俺は。嬢とも、あ、風俗嬢とも話す。そうそうそう、風俗嬢とも話すもんな、俺な。ね、行為が終わった後。野呂さん、時に人見知りないイメージ。そうですね。セックスで相性わかる。いや、セックスだけじゃわかんないよ。セックスでわかる？セックスだけじゃわかんなくない？そういった人生観とかは。人の人生観とか聞いてみたい。当たり前と優しい。終わったら2、3曲弾き語り。いや、弾き語りはしないな。しないな。歌ってくださいとも言われたことねえや。歌ってください。あ、野呂さん、歌ってくださいとも言われたことはないと思うよ、俺今まで。そんななんか厚かましいファンもいなかったと思うな、ある意味。ある意味、厚かましいファンもいなかったと思うけどね、俺。野呂さん、歌ってくださいって。ギターあるじゃないですか。歌ってくださいよって。だから、とりあえずないよ。ない。ね。せっかくやしって。する前に歌うのか。いや、歌ってくださいって言われてもなーってなるけどな、それもな。野呂さんと飲んで語りたいわ。なんか、ラッキーガールだったら、はい、できんじゃないですか。なんだその意味わからん状況。意味わからん状況ですよ、まあ。歌ってください。今ならありそう。にそれある。なんだかんだ言って好きなタイありますか？なんだかんだ言って好きなタイありますかってどういうこと？なんだかんだ言って好きなタイありますか何この質問文。だからいろいろお前おかしいよ。文章が。なんだかんだ言って好きなタイありますかって。お前なんなんだいきなり。この文章。何これ、なんだかんだ言って好きなターンありますかって。濁しつつちゃんと聞いてる。なんかよくわかんねえ文章なんだけど、なんか好きなターンがあるとかは特にないな。特に僕はないです。なんか男はバックが好きとか言う人いたりするじゃないですか。僕はけど特にターンに至ってはないですね。ないです、セックスするときに。はい。いや、特に好きってのがないだけ。正常位。いや、まあ、正常位も別に好き。嫌いな体がないってことだよ。単純に。嫌いな体がないってこと。ないのかって。いや、違う。嫌いな体が逆にないんだよ。多分俺。嫌いな体。対面騎乗位なんてやったことねえよ。多分やったことない、それ。やったことないです。よしよしされたりとか。
いや、何でも OK っていうことでもないと思うけど、なんだろうな。うん。まあ、そんな感じですよ。はい。全然別に。いろんなこと試してそうなのに。いや、いろんなこと試してそうとか言うけど。いろんなことは試したのかもしんないけど、別に何でも OK みたいな感じ。のこさんは赤ちゃんプレイの話よくする。はい、赤ちゃんプレイは、はい、はい、好きですよ。いや、俺やっぱさ、ほんとさ、あのさ、寂しがり屋で甘えたがり屋なんだよ。もうほんとに。極度に、もうそういう時があんの。もう極度に。極度に甘えたがりになっちゃう時。極度にね、寂しがり屋になっちゃう時。もうこれがね、これがもうね、ね。これがなかったらのこさん絶対、ファンに手を出すとか、多分やってなかったと思うんだよね。あ、まあ、あと性欲ね。性欲も、当然人並みだったら。まあ、性欲も人並みだったら。やっぱこの三つだよね。うん。まあ、完全にだからさ、もうメンヘラ女ですよ。ね、完全になるメンヘラ、ただの、本当に典型的なメンヘラなんですよ、僕。体が寂しい。ね。体が寂しい。みたいな。とか、そう、愛を求めちゃうのか。なんか、あとは、やっぱ、俺はね、その甘えたがりっていうところは本当あって、なんかね、母性を求めちゃう。そう、めっちゃある。もうね、なんかもうね、気狂いそうになるんだよ、たまに。その、ここで、ま、部屋真っ暗にしてて、例えば、こういう、さっきみたいに、鬱っぽい時とか。鬱っぽい時とか、特に、気狂いそうになるの、もう。うん。その時どうすんの？え？その時？だから、その時は、そういう感じになっちゃうの。昔から。その時に、そういう感じになっちゃうの。昔から。はい。そういう感じになっちゃうの。ちょっと濁して言ってますけど。そういう感じになっちゃうの。うん。いやけど、これは本当にね、そういう、もう僕は、これいつも、ね、前から、何も包み隠さず自分のことを言ってるけど。うん、だからなんだよって話じゃん。別にさ。だからなんだよって話じゃん。うん。だからなんだよって話じゃん。ね。俺も弱い人間なんだよ。ね。うん。極端に寂しい時があって、極端に甘えたくなる時があって、ね、極端に性欲がある時があるとか。で、俺もね、弱い人間だ。うん、めっちゃ弱い時あるもん。だからなんなんだよって話じゃん。ね。今来ました。そう。だからなんなんだよって話じゃん。うん。ね。周りからしたら。周りからしたらだからなんなんだよって話じゃん。でも俺は、もう自分のことは自分で分かってるから。だからもう、自分の生き方はこうで、こういう生き方してるわけ、俺は。ずっと。ずっとこういうなんかね、ね、もう典型的なロックスターみたいなね、あのクソみたいなな。ね、生き方をしてますよね。別にそんなさ、典型的なロックスターみたいな、昔のロックスターみたいな、昭和のロックスターみたいなさ、生き方をしたわけじゃないんだよ、俺は。そんな破天荒でもないで。まあ、破天荒じゃないね、確かにね。だドラッグやってないもん。ドラッグやってないもん、ドラッグ。やっぱ海外行ってたらね、完全にドラッグやりまくったと思うけど。うん、ドラッグやってやっぱ破天荒になっちゃう。うん、絶対あれは。ね。でもなんか、そうそう、ありきたりななんかね、昭和のロックスターみたいな感じに行きたいわけじゃないんだ、僕だって。ただ本当に僕はさっき言った自分の内面が本当にね、昔からあるからして、なんかそんな生き方を、ずーっとしてる。だからお前らもういい加減ね、のこさんに結婚がどうとかって話すのはさ、まあ別に、ね、また来週されるんだろうけど、まあ、
結婚しないんですかって。まあ全然いいよ。うん。相手がいる分には全然問題ない。うん。全然いいっすよ。うん。僕は別に、そんな、はい。いつ気が変わるかわかんないし、ああ、僕がってこと？僕がいつか結婚するかもしれないってこと？俺は今んとこ本当にないよ。今んとこそれはありえないって思ってるよ。自分がいくつになっても。今はね。36歳か、今はね。私は2回同じ人と結婚して2回離婚しちゃった。ああ、なるほどね。2回同じ人と2回離婚。うん、結婚なんて何でもいいよ。生きてくってそれあげたいな。今日子供みたいな顔してる。寿司屋かえさん。好きなように生きることがのこさん。うん。結婚なんてどっちでもいいよ。結婚が幸せの全てじゃないよ。うん。おはようございますって。お前さっきあれだろ。なんかこんな話してんだって。まあしょうがない。ニコ生で理不尽に切られてムカついて離れたけど今日持ってきて。何のことか知んないけどごめんな。何のことかよくあるから俺。そう言って結婚する人もいるし、のこさんらしく生きててくれれば。結婚したい？うちの友達のバンドマンがタバコ吸うやつはロックじゃねえって言ったけど、言ってるんだけど、どう思う？ああ、そうなんじゃないですか？そのね、お前の友達のバンドマンがタバコ吸うやつはロックじゃねえって言うんだったら、もう、そいつの中では一生そうなんじゃないですか？また自信？恋愛系の話が最近多いな。また地震どこですか？さっき千葉県で、あのね、さっき千葉県でさ、ちょうど俺のところがさ、一番揺れたの。震度5。震度5弱。震度5強かな？震度5強か、震度5弱。うん、めちゃくちゃ揺れたよ。めっちゃ揺れたよ。千葉県？なんか俺今、民財でフラフラしてっからよ。ちょっと待って。NHK つけ。NHK つけます。NHK つけ。NHK。地震多いね。配信見てるから地震気づかなかった。地震俺も全く気づかなかったけど、地震なんか何もやってないよ。てか何もやってねえぞ。あ、え、これサッカーやってねえぞ。本当に地震来たの？地震来たのこれ、うん、ね、昨日のやってない、やってないよ。関東は来てない。今のは分かんなかった。俺も分かんなかった。柏揺れたん？じゃあこっちも揺れてるはずで、柏揺れたんだったら。柏揺れてんだったらこっちも揺れてるはずなんだけどな。うん。のこさん水買いました。水買おうと思ってる。うん。防災リュックあるよ。水は買おうと思ってます。ずっと揺れてる感じ。そうそうなのか。津波カモンカモンって来たよ。千葉県北西部マグニチュード3。あー、またじゃあ、北西部ここじゃん。震度3ってこと？震度3ってこと？揺れてなかったよ。俺が気づかなかっただけ？配信中で。ま、そう、千葉県北西部ここだから。水は買っておきます。靴枕元に。そう、自分が揺れてるから。わかんなかった。ミュージカルスター。震度なんなこれ。あ、最大にって何？震度 2？ 野子さんがゆらゆら。
軽く揺れたぐらい。あ、震度っすか？ 2 か。2じゃ気づかねえや。野呂さんが震度5で、震度4で揺れてるんだから、今。震度4で俺が揺れてんのに、震度2ぐらいじゃそれ気づくわけねえだろ。俺のが震度あんのに。俺のが揺れてるわ。ね。僕のが揺れてるんだからね。ね。壮絶。ふらふらじゃ気づかない。ふらふらじゃ気づかない。この顔ない。泣きそうになったんだ今。いきなり悲しくなったから。マイスリアとね。泣いていいよってないよ。うん。地震のことなんかどうでもいい。ちょっとそろそろやめるね、配信。マイスラーズアンス。なぜ急にってやっぱ上がったら下がるんだよ。上がったら下がるんだよ。ね、ハイになったらラー。そうそう、薬とお酒のピークがね過ぎた。薬とお酒のピークが過ぎた。ウイスキー飲んで今日もね寝ます。民剤やけど飲んだからいっかな。民剤は飲んだんで俺ね。マイスリーこれは飲んだんでさっき。寝配信しないよ、うっかりしない。ベッド、ちょっと寝るね。ゆっくり休んでね。ありがとうございます。寝れる全然寝れると思う。寝れると思う。逆にウイスキーのやっぱ酒飲まないと眠れない。疲れ様、ありがとうね。ゆっくり休んでね。ちゃんと眠れます。電波悪いな。なんかここな。電波悪いの何なんだろう。まあいいや。おやすみなさい。たくさんありがとう。おやすみなさい。よく眠れますよね。ちょっと電波があれだな。おやすみなさい。トイレ行けば電波いなきゃ。おやすみなさいでこれは慣れなかった。あれだ。元に戻るわ。みんなのためにお茶爆ありざんす。みんなのために元に戻るね。風邪もひかんように、はい、ありがとうね。ちょっと向こうだと電波がちょっと弱かったんでなんか知んないけど、
向こうだと電波がちょっと弱かったから早速ちょっと持ってきました、うん、いやいやいや、じゃあちょっと寝ますね。みんなもこれから学校とか自宅警備とかね、ニート作業とか会社か、あ、会社とかある人もいるんでしょ。自分、あんまり自分を痛めつけるなよ。まあまあだ、まあまあそこはなんとか。おやすみなさい。何の夢も見ないで。あれ、ここも電波やばいの。ここも電波やばいね。ここも電波やばいじゃん。あれ、ちょっと待って。ちょっと待って。俺、ちょっと、電波が良くない。電波が良くないな、これな。トイレか、トイレ行った。電波が良くない。Wi-Fi 良くねえな、Wi-Fi。Wi-Fi 良くないな、Wi-Fi が。Wi-Fi が良くないな。トイレは大丈夫かな。ねえ、なんでトイレだけ大丈夫なんだよ。なんでトイレだけ大丈夫なんだよ。意味があるんだよね。まあ、ワイ。ゆっくり休みます。安定してる。お風呂入んないよ。このまま寝るよ。結局トイレで寝る。うん、ちょっとなんかわかんないけど、まあなんか、うん、頑張る。休みます。寝てください。何時間眠れそう。全然いっぱい眠れるよ。大事、トイレめっちゃいいよ。また顔見せるね。起きてもそんなだるくならないといいね。あとね、またお顔見せてね。あとね、トイレ起き直った。トイレ電波いいね。お水も飲んでほしそう。頭痛くなる。起きたら楽になってます。トイレで寝ないよ。被災した直前電波悪かったから心配すぎる。本当に便所最強。のこさん is other level ifI would give him my soul. Thank you, Brad. 精神薬あざす。お茶ばっかあざす。頑張らない。ゆっくり休むよ。お水飲んだ方が明日は楽だぞ。顔見れて安心して。泣いてうるせえよ。うん。I'm a little worried.Thank you, thank you. I hope you are well. ありがとうございます。おやすみなさい。おやすみ。ゆっくりしてください。じゃあね。頑張れない。うん。まあ、ちょっとまたね。はい。またやります。おやすみなさい。また配信します。おはようございます。トイレです。初見でした。また来ます。ありがとうございます。おやすみ。またね。Rest well, please. どうも。Thank you. またね。おやすみなさい。おやすみなさい。また。また会おう。またね。よく眠れます。おやすみ。しんどくなったら、はい。最後にまたおやすみね。おやすみなさい。今日もさ、いやいや、こちらこそ。こちらこそですよ。おやすみなさい。精神薬改ざんす。お茶ばっかりざんす。おやすみなさい。またライブ行きます。配信してくれたらと。まあ、じゃあ切るね。あとね、はい、切るね。あとね、またね。じゃあね、おやすみね。